Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, loving this devotion. で、次にですね、良品を選んだら保存方法ですね。はい。なので、保存方法、これ大きくですね、生の場合と、加熱した場合がありますと。で、さらに生の場合も冷蔵保存か冷凍保存か。で、加熱した、場合もですね、冷蔵保存か冷凍保存か。に、ちょっと4つにね、大きく分けて喋っていきたいと思うんですけれども、で、生の場合はですね、まず冷蔵保存からですね、皮付きのまま、まあ、キッチンペーパーとか、新聞紙とかにくるんでですね、まあ、冷蔵庫、野菜室に入れていただくんですが、この時、できればですね、立てて保存してください。で、これでまあ、2、3日ですかね、目安に保存して、まあ、そこからも加熱してくださいと。で、冷凍の場合はですね、同じく皮付きのままで大丈夫です。ラップに1本ずつくるんでですね、保存袋に入れて、冷凍してください。で、解凍するときにですね、もうそのまま凍ったまま、できれば電子レンジとか、まあ、蒸したりとかして、解凍せずにですね、冷凍のままこう加熱調理してください。はい。で、まあ、冷凍の場合は、生の冷凍の場合は、まあ、約2ヶ月ぐらい持ちますかね。はい。目安に、はい、持ちます。で、加熱後ですね。加熱したトウモロコシ。まず冷蔵保存ですが、粗熱を取った、若干ね、熱々だとラップもね、一旦あれ、ダメージ受けるので、茹でて、ちょっと熱取れたらですね、ラップに1本ずつくるんで、で、さらに粗熱を取りますと。で、それから冷蔵庫に保存してください。はい。で、これも3、4日ぐらいですかね、順に食べてくださいと。で、加熱後の冷凍保存なんですけれども、これはですね、まあ、粗熱を取ったら、まあ、ぶつ切りというかね、輪切りにして、保存袋に入れて冷凍するか、もしくはですね、粒を全部、こう指とか包丁とかで外して、外した状態で、まあ、ペットボトルとか保存袋に入れて冷凍してください。はい、これもまあまあ持ちますと。はい、ということでですね、加熱して冷凍する場合は、まあ、切ったり粒外したりして、保存してくださいと、丸のままじゃなくてってことですね。はい、これが保存方法でした。はい、で、はい、ということ で動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、するとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたらぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポクシェンのパー。